静岡県熱海市の土石流災害をめぐり遺族らが警察に提出した斉藤堺市長に対する告訴・告発状が早ければ来週にも受理される見通しであることが関係者への取材で分かりました先月、土石流災害の遺族や被災者4人が盛戸土の造成を止められなかったなどとして斉藤堺市長を業務上過失致死容疑で 刑事告訴・告発をしていました関係者によりますと熱海警察署は早ければ来週にもこの告訴・告発状を正式に受理する見通しであることが分かりました斉藤市長個人に対してはこのほかに森戸の現在の土地所有者が損害賠償を求める訴えも起こしていてこれで 刑事、民事両面で責任が問われることになります。